どうもしました。カイトと、おせと、おちです。はい、というわけでですね、はい、2,3 週間前ぐらいにツイッターとか YouTube で流行っていた流しタピオカというものはご存知でしょうか。まあ、なんとなくぐらいです。まあその流しタピオカはですね、はい、まあ、一旦ブームがちょっと過ぎ去ってしまったかなと思うんですよ。まあ、流しタピオカで終わるほど流しそうめんのポテンシャルは低くないぞと。まあ確かにそれはあるそういうことです。これから夏本番だし、はい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 、ちょっと新しい流し〇〇見つけていこうよと。なるほど。おお、ちょっと俺らで一大ムーブメント起こそうよと。時代の最先端の人になろうと。そう、だから今日はこれからこの流し〇〇が流行るぞっていうものをそれぞれ用意してきましたよね。はい、はい、それを順番に発表していきまして、新時代の流し〇〇ブームを作ろうよという動画でございます。でですね、今回はこちら、でかい流しそうめんを買いました。いや、雑にすな。はい、こちらでございます。普通に俺らぐらいの年齢でもテンション上がるぐらい。それな、今回はですね、こちらのビッグストリームそうめんスライダーエクストラネオの方詰め込みすぎ、ぎゅうぎゅう言葉が購入しました。開けていきましょう。はい。おお、めっちゃウォータースライダー。おおほんって言ってゲロ吐きそうになった今。すごい、でかすぎる。映ってるこれ。完成しました。よーい。さすが全長 3.5 メートルなだけある。ちゃんとテンション上がんなこれ。うわっ。おーっと上がってる。あー。おーっと上がってる。あー。漏れてる漏れてる。ああ、わあ、やっていきましょうか。はいはい、一番手行きたい人いますか。はい、おお、初手行かしていただきましょうか。はいはい、どうぞ。今回ですね、はいはい、まあかなりタピオカに酷似したものを持ってきました。おお、まあ今回僕がね持ってきたものはこちらです。枝豆です。見えるかな、これ。枝豆。枝豆、ね。なぜかっていうと、タピオカ流してね、食ってうまいんかと。まあ、枝豆流して食ったらうめんじゃねえかっていう。なるほどね。マジか、お前。この動画がわからん、俺。正直。おい。ねえ。気持ち悪すぎる。皆さん、準備はいいですか？はい。これがいくかどうかだろ、まず。ストリーこうなるか。おお、あー、水車を通らない。あー、雨だ雨だ。おー、早い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 。おー、来たよね。おー、取った。おすぎる。左利き振りすぎんこれ。あーあ、やばい、やばい、一気に来た一気に来た。あーやった。ラスラスいったラスいち。めずい。くそおもろい。極めてです。こういうのってインスタ映え的な感じになりやすいじゃないですか。ちょっとそっち目線を狙ったんで、僕はですね、ハリボールクマちゃんを流したいと思います。いいですか、よーい、ドン。ででーん、まずはクマちゃん流れていきます。クマちゃん、やばい、クマちゃんが流れない。ピッ、あー、来た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 流れた。あー、あー、取れない。あー、逃げちゃった。あー、ばいばいばい。おいが、いい時間。あー、あー、レーン破壊すんなよ。やっちゃった。もういいでね。次。はい。あ、あ、こちらです。出たよ、わらび餅。好きすぎ。いやね、これちゃんと理由があって、透明感あるじゃんこれ。うん。めっちゃ綺麗だと思うの。味ないけど。そう、味はカップみたいに用意してもらってつけて食べる。ああ、本当にもう流しそうめんか。いや、うまそう。分配完了しました。スイッチオン。あ、でも、おお、いいよいいよいいよ。流れろ流れろ。止まった止まった。流れろ流れろ。あ、うわー、やだ。あ、うまいうまい。
にゃー待って待ってあはは残り3つだうまいさあ来るぞうわーあーねあ全然ダメじゃん流れてます流れてます流れてますちょっと早すぎるかこれは多分いやハリボーがハリボーが来たハリボーが来たやばいやばい1個も取れない1個も取れないやばい1個も取れないうわ美味しい1個も取れない僕ら目線これマジでいいかもしれないうめー僕の番です僕はですね、まずなんで流しタピオカが流行ったかっていうことを考えましたタピオカっていうのはですね、女子高生たちが流行らすんですようちにはちょうど JK がいるんですよいますねいますね高校1年生のピチピチ JK の妹がいるんですよその妹に JK の中で流行ってるものって何っていう質問をしましたもう一番最初に飛び出してきた言葉それを今回はやろうと思います動画をご覧ください最近 JK の中で流行ってるものを教えてほしいんですけどなんか3分のハンドクラップだよ3分のハンドクラップわからん韓国で流行っているハンドクラップダンスっていうのが流行ってるらしいんですよわかんないダンス僕は今回それを後ろでもう全力で踊りますんでその前でそうめんをわからんわからんでもこれが JK の流行りかける流しそうめんですやっていきますはいニューワールドすぎなんかさベクトル違くない人じゃあ行きますスタートいや後半行っちゃってうおー普通気になるなここ話してほしいなあーおいしいシンプル取れないんだけど、あ、いいねうまいうまいやばい、取れない、普通にもうちょうど入るじゃんお前らそうめん甘いか流しそうめんは楽しいかもっちょ、お前暇だろ暇だはい、俺行くよ暇流し痛いよレッツゴー、ベイビーうわ、うまいうまいぞやばい、一緒に一緒に早く早く一緒に来て手落としにやっのさも一緒にのさも一緒にちょっと右に行って、右手左左左左あ